アニメポケモンさん、メスガキ投入で始まるに対するネットの反応を紹介します。なんだこのメスガキ、いきなりメスガキが出てきたぞ。すげえテンプレみたいなメスガキだ。メスガキ来たか。メスガキ来たな。完全にしこらせに来たわけやな。親御さんびっくりするやろ。ここに受けるんですけど。まんまミツヒコじゃん。マジで多いわこいつ。よく聞いたらミツヒコとそんな変わらんのに。しかも CV ピカチュウ。ピカチュウ、嘘だよな。ピカ様、これは人気出るメスガキ。ピカチュウがメスガキになってしまった。大谷育恵ってあんな声出せるんだ。大谷育恵が人間やってる。わろた。かわいい子来たー。メスガキ大谷とかいう新概念。ここに来てメスガキキャラまで補完してくるとは。ラストに出てきたメスガキで全部吹っ飛んだ。すげーぜ人コケ。言われてみれば林原がポケモンに転生したんだから、大谷が人間に転生する可能性もあったんだな。ザーコに見えた。ザーコザーコのクソガキ。絶対ザコとか弱いとか言ってくる CV ミツヒコ。普通に少女役も多かっただろう。大谷はポケモンでやるのとはだいぶ意味が違うからさ。大谷で純粋なメスガキ演技は未知の領域。エスカフローネとか知らんのか。FE 覚醒の大人チキとかもそうやったけど、この人の声ちゃんとエッな女キャラと合わさるとクソエッよな。大谷育恵って珍獣専門みたいになってるけど、本来は声クソ可愛いからな。ミツヒコは珍獣だった。そもそもメスガキ適性あるのに30年ピカチュウとかミツヒコやってた方がおかしいんだよな。ピカチュウミツヒコ前はメスガキ担当みたいなもんだったんか。わかりやすいてこいれでこさ。ミツヒコが言ってると思うと抜ける。少年少女向けに作った方がいいと思うんだけど、メスガキは嫌いじゃないけどさ。今の子供はメスガキがデフォなんや。思った以上にメスガキやった。ザーコザーコ。突然メスガキ出てきてびっくりしたわ。こうして少年の性癖が決まっていくんやね。キッズからしたらメスガキはただただムカつくだけの同世代の女やし、人気でないやろ。声ミツヒコくさ、そうにしか聞こえんくなった。変わり果てたピカチュウ。ちょっとあとミツヒコの中間みたいやな。露骨にオタク釣りに来たな。先週はなんじゃもやろ、露骨や。なんじゃもあれで30超えだからしなしなや。なんじゃも30歳とか嘘つくのやめろ。むしろあれで30代とかえっよね。なんじゃも30歳とか最高やん。どうせならアニメでなんじゃもと戦って分からされるとこが見たい。チョッパーお前もう船降りろ。こらしょだったわ。ファイルーズアイと思ったらマジモンのチョッパーでくさ。機動戦艦なでしこの妹キャラほんと好きだったから助かるおっさん。グルミンザボッチちゃんと同じ声優って聞いてちゃんと見るか悩んどる。主人公を陰キャの女にする必要あったんか。でもお前らボッチザロック好きやん。マジでメスガキでくさ、こびすぎやろ。正統派メスガキ。これマリン船長じゃん。え、チョッパーでは抜けない。もうミツヒコにしか思えない。もうミツヒコで抜けや。何か VTuber とかにいそうで抜けない。本家ポケモンのメスガキの方が抜ける。サニーゴピカチュウの姿ってこと？東京アンダーグラウンドの電気の子とか好きだった。てか大谷育恵って電気属性キャラばっか演じてんな。最近のアニメはメスガキが流行ってるの？元獣がメスガキとは、ポケモンは相変わらずだな。電気ネズミの生態を持つメスガキとか新ジャンルすぎるだろ。サンゴちゃん、アニポケでここまで、完璧なテンプレ通りの、メスガキをお出しにしてくるとは。アニポケくんやればできるじゃない。リコ以外でようやく良い、オリキャラが出てきたと期待しよう。結構濃いキャラだなこいつら。エクスプローラーズのメンバー名ってみんな宝石の名前か。みんなは長い目で見る、俺は良い目で見る。メスガキ出てきて以来騒ぎになってて面白い。これうまいことやれば人気爆発させられる気がしてきた。次の出番いつになるかわからんけどな。手のひら返す準備はできてるんで、メスガキちゃんの出番もっと増やしてほしい。サンゴちゃんどんなポケモン使いなんだろ。サンゴだからサニーゴじゃねっすか。さらにひねってサニゴーン。とにかく可愛いキャラがまともに活躍すれば、アニオタには高評価になるから、サンゴちゃんには頑張ってほしい。ピンク髪はインラン。ナースボッチ小麦ちゃんマジカルテでメスガキっぽい大谷育恵声を聞いた覚えが。あのエクスプローラーズのツインってポケモン内でのデザインでもなかなかの珍しくタイプやな。お、なかなか鼻のあるキャラが出てきたじゃん。これは期待せざるを得ない。あれ、思ったよりでかい。いろいろな意味で浮いてるな、サンゴのデザイン。右上見るに切れやすそう。それを大谷で聞けるのありがたい。エクスプローラーズ幹部に典型的なメスガキがいたのはびっくりした。昨今のサブカル界隈のトレンドを取り入れたんだろうか。名前からしてサニーゴ持ってそう。てかこのメスガキの CV は大谷さんよね。大谷さんがポケモンで人間の声するの初めて？ XY のミツヒコ。正体外だと大谷さんは結構モブの人間キャラの声担当してるね。先週の回に出てきたなんじゃもファンの女子の中にも大谷さんとおぼしき声があったな。
セーラームーンで悪の幹部をやったのはもう30年近くも前か。とにかく今ならではの凄みがすごい。見たことないからよく知らんけど、セラムーンにも大谷さん出てたのか。大谷さんって悪の演技も最高なんだよな。そこに痺れる憧れるってくらいに。もしかして久々にアニポケでトレンドに乗ったんか。ランキングに乗る程度なら毎週あるわ。メスガキ出る前から8位くらいだった。どうせおすすめでしょ。と思ったら本当にトレンドに乗ってるじゃん今週。メスガキトレンドで草、やっぱみんなエロいキャラに飢えてたんすねー。とんでもないメスガキ登場で草、マジで全方位に隙がないな。見た目は30分前のアーニャだけど性格はプリキュアとかにいそうな見た目だな。サンゴチャオニキスはこいつ2番手ポジションでしょ。あとアゲートはお姉さん路線かしら。面白い女だといいんだけど。言うほどプリキュアにああいう生意気な性格のキャラいるかな。プリキュアじゃないけど男性向けの深夜の美少女動物園アニメにもああいう生意気で高圧的な性格のキャラはめったにいないイメージある。プリキュアのメスガキってレジーナしか浮かばない。調べやこ。ピカチュウがメスガキ擬人化とか、なかなか業の深いことやってるよな。サンゴとかのガキって表向きはナンジャモと同じ VTuber として活動しているとかだったりしてね。ナンジャモは生身定期。大谷育校のメスガキってなんだよ。婚礼はやぞ。いいぞもっとやれ。メスガキが話題だが今日のドット可愛かったぞ。特に髪下ろして顔見えなくても表情出ててすげえ。リコロイは今までポケモン見てなかった層もターゲットに入れてる気がする。言っちゃなんだが今まで見てきた層が見てくれんようになったからね。そりゃイケメンでもメスガキでも躊躇なく投入しまくりますわ。ここに来てトレンドも狙いに来たからマジで計画的だなと。このアニメ女の子のキャラデザが良すぎないか。ここに来てメスガキキャラまで補完してくるとは。諸事情で今から新アニポケ見ようと思うんで、新アニポケの魅力を教えてほしい。なんじゃもとかどうだった。主人公の女の子を生配信で晒し上げたよ。なんてことを。数話前は主人公が洗脳されるぞ。主人公が記憶操作とかエロネタ多いな。リコちゃんが現代的な女の子の性格って感じで良い。アニメとして出来が良いから普通に見てて楽しいよ。見やすくて助かる。メスガキ目当てに見て内容がダメだったら辛いからな。その辺面白いから安心して進められる。制作会議でメスガキ出しましょうとか大真面目に話してたんかな。最近になって不名誉な呼ばれ方されてるだけで小生意気な子供キャラは大昔からの鉄板だよ。アニポケ、メスガキ登場で話題になる、に対するネットの反応、いかがでしたでしょうか。ピカチュウボイスのメスガキが出るとは思わなんだ。こういうキャラが出るとやはり話題になっててわろた。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。